こんにちは、リンです。村から逃げたことを動画でご報告した後、村関係者の嫌がらせがひどくなり、加害者グループの一人が避難先の知床にまで攻撃をしてきたため、警察の指示で緊急避難することになり保護されていました。警察から安全のため都会に引っ越した方がいいと言われましたが、お金がなくて家を借りることができませんでした。長らく投稿できなかったことでご心配をおかけしてしまった視聴者様に、私の近況とこの地に至るまでの時系列をご報告させていただきます。加害者やその仲間の対応は警察と裁判所にお願いしています。どうか見守ってください。悲しいことがたくさんありましたが、私は前を向いています。リンの田舎暮らし。電話番号などはご存知でないっていうことですかね。開ける開けないがない場合に、その場でその鍵なんで持ってきてる持ってきてないの話になるのかなってところはちょっと疑問に思いまして、